ここでどのくらいそれができるかというのをちょっと簡単に計算しました。計算した結果ですね、一応今一般的に言われている 2% のインフレになると、いうところまではやっていいだろうと、いうことで計算すると、約55兆円ぐらい、その日銀が無からお金を作って、でそのお金で財政支出するということができるんじゃないかという話になります。で、そしてそのお金を使ってですね、私たちが提言しているのは、まず、日本の全人口1億2600万人ですが、この1億2600万人、日本の全人口に1人当たり20万円の給付を一月間、すべきだと、いうことです。で、これはいろいろね、困った状況にある人がたくさんいて、でその困った状況というのは人によっていっぱいあるし、困ってない人もいるかもしれないし、いろんなことがあると思うんですけれども、それを一つ一つちょっとチェックする余裕がないだろうということですね。今もう緊急の事態ですから、チェックする余裕がないから、ともかくみんな渡してしまうということですね。で、もちろん例えば一斉休校措置で給食関連業者で在庫抱えて全部廃棄しないかんかなってすごい損したとかって、そういうのももちろん20万円よりは多いでしょうから、そういうのは給食の人たちの直接の損害なんかは別途保証しますけれどもということです。で、その他なんかいろいろ細かいことで見落としていることとかね、そういうことで保証が必要なことはあるかもしれないので、それはこういうのを、とりあえずはやった後でいろいろ調査していって検討していきましょうということです。で、これを1億2600万人に確実に渡すために、確実な給付方法として郵政を再国有化すべきだということですね。この間民営化ということで何かと進めていったけれども、それは再国有化して全国民に貯金口座を開設して渡すべきだという話です。で、それから2つ目は消費税を停止するということですね。景気回復があるまではその消費税の停止を継続するということで、そのことによって先ほど言ったそういう町場の業者の人たちを救おうということです。で、救おうということだし、それから景気回復があるまでは停止しますということだったら、そのまた上がるまでの間に今のうちに買っておこうという話になりますから、それで消費需要が上がってくるということですね。で、その他コロナ対策として、独立行政法人化した国立病院を再国有化するんだと。で、そこの再国有化して無料の検査とか処置の体制を確立すべきだとか、その他こういうような発熱者に対応することを選んだ場合、公的に手当てをするとか、いろいろ感染したら公的保障をしますよみたいな、そういう話とかですね、社会基盤整備として社会保険料の減免とかですね、奨学金の減免とか有料とか、等々ということです。で、その他財政出動を必要としないものとしてはね、例えば本人の意に反した終了を強制する医薬品契約を無効とする緊急離党、これはあれですね、コンビニのフランチャイズ契約とかでそういうのがあって、もしかしたらそれが大変なこういう状況のもとで問題になるかもしれないとかね、あとは病欠みたいなやつが、それは別に企業に任されてますけども、それを全ての事業所に適用するための立法とか、ということですね、災害関連の寄付控除制度を新型コロナにも適用できるようにしようと、そういったことがお金使わないこととしてはできるでしょうということを、挙げました。で、それからこれなんですね、オリンピックは中止または延期にしましょう、万博とかカジノも同じなんですが、つまり、今のお話っていうのは、デフレ不況になりますっていう、当然そうなっていくことが非常に強く見込まれるわけなんですが、今後のコロナの流行の度合いによっては、もしかしたら働けなくなる、働くことができなくなるという人たちが割と増えて、その結果として供給が減ると、供給能力が減るということが起こるかもしれません。お医者さんにちょっと聞いたら、その可能性は非常に考えにくいというふうにおっしゃってましたけども、場合によってはそういう可能性があるかもしれません。で、そうすると今度は
供給が足りないということでインフレの心配をすることが起こるかもしれない。でそういったときに消費税を動かすとかね、それから給付金とかだったらこれは額とかね停止の期間とかで調整できる、状況を見ながら調整がいくらでもできる、ところが東京オリンピックっていうのは調整できないんですね。調整できないからすごくリスクが高い。だからオリンピックをしないかんから他のことのための労働は、そのために何ていうか犠牲になってしまうんですね。そういうことが起こってしまう可能性が高いし、仮にデフレ不況だとしてもデフレ不況が続いたとしてもオリンピックをやったら関東に限って言うとね、関東に限って言うと人手不足になるかもしれないということ、その可能性は非常に高いんですが、そうするとコロナの状況の下で人手不足になったらですね、医療資源とか、ね、医療のための人手とかそういうのが必要なものが取られなくなるということですね。でオリンピックのためにお医者さんとか取られてしまうということになると大変なことになります。ということで、これはやめましょうという話です。といったようなことを、提言しております。基本的な考え方としては、さっきの東京財団の逆の方向ですけど、町場に生きているそういう個人事業者とか、そういうものからなる経済を壊滅から救おうということですね。そういうことを基本的に考えながら、一般的な、もちろんフリーターの人たちとか、そういう人たちも生活を、成り立つようにしていこうということですね。そのために大規模にお金を使っていきましょうという、そういう提案になっているということです。はい、32分ですね。はい、今これで終わります。どうも。ありがとうございます。きっちり30分で、30分のうち20分が敵の提言の説明10分が、バラマークキャンペーンの、簡単な説明をしていただきました。ありがとうございます。ここから30分ぐらい松尾さんと、内田さんを中心にちょっとマイクは常にこうやりながら会話していただくような形で、先ほどの消えちゃいましたかバラマークの緊急提言の中身のもうちょっと心のこもった部分といいますか、先ほど言ってたおっしゃってたような労働が社会で一番大事ですので、その労働人々のために使っていくために財政出動するというようなお話とか、そういったあたりをこう心のこもった部分のを内田さんに聞き出していただけたらなと思うのですが、よろしくお願いします。ではご登壇ください。できた、拍手でお待ちください。ありがとうございます。では終わって失礼いたします。はい、どうもありがとうございました。大変よくわかりました。東京財団って本当に悪いやつですね昔ね、東京財団に呼ばれて講演したことあるんです。あ、そうなんですか。どんなところか知らなくて言ったんですけど、ね、その時は民主党政権の頃だったんですけど、司会が松岡聖子 で僕が講師 で民主党の、大臣を出したところ、それから自民党からも河野太郎と話を聞いたんですよ。その時は俺を講師に呼ぶなんてまた自由なところになってたんですけど後から聞いたら東京財団って核の巣窟だよって言われたんです。ああ、そうだったんですか。驚いたんですが、ちょっと僕は全然経済の素人なんでですね、話聞くと思ったんですけども、なんかこの今最初に先生が絵で出された 10% になると自営業績でどんどん連れていって、最終的にその大きいですね、グローバル企業とかですね、その全国チェーンのものだけしか残らないよって話を聞いた時に、僕思い出したのって18世紀のイギリスのエンクロージャーを思い出したんですよね。あれは自営農業の人たちがですね、囲い込まれていって、その生産性の低い自営農業たちの人たちがにもかかわらず、コモンありますよね、共有地ですね、入り合い地を持っていて、そこで牧畜とかやってみんな楽しく暮らしてるんですけども、それが非常に生産性が低いっていうのがですね、エンクロージャーですね、巨大な資本がやってき
て、そこの土地をガサッと買ってですね、それも私有化してして共有地を私有化することによって、まあ、生産性を上げると。結果的にその自営の土地は生産性が低いけど愉快に暮らしていた自営の土地は全員没落して、うん、この人たちが都市に流れ込んでいって賃労働者になって、はい、で産業革命を準備したというのを、高校の世界史で習ったことを思い出してですね、はいはい、今やろうとしていることって、これエンクロージャー、そうですよね、現代版のエンクロージャー、そうですよね。でこの人たちって今まで自営で一応一国一領のある意味ですね、自己決定権を持って暮らしていて、で、まあ、その人たちが賃労としに没落していくわけですけども、ここに書いてないことで一番大きいのっていうのは、顧問がなくなるということですよね。この人たちの世界っていうのは、その、ね、町の商店街の世界っていうのは、単なるその自己利益のためにその頑張って働いてる人たちだけじゃなくて、この人たちが共同的に生きられるようにっていうんで、誰のものでもない、私有されない、こういう財産というか、公共のものっていうのがあって、その公共のものが、ね、日本中にあちこちにその小さい自営の人たちと彼らを住み込んでいく公共の顧問があって、この人たちを潰すっていうことは実は手段じゃなくって、大資本の目的っていうのは、この地域の社会が成立するためにみんなが共有して持っている大きな公共財、公共財を企業とか資本の私物に転化していくって言うんですね、実はこの、ね、小さい業者と大きい業者が競争していって、結果的に体力があるのが勝つって話じゃなくて、小さい人たちが共同的に生きてるために、必ず持っていなかったらいけなかった公共政府、市民社会とか地域社会とか支援結合とか、あれ総合支援のネットワークとか、そういうその、制度資本も含めての顧問というのが、顧問を全部吸い取って私有財産化していくというのが今行われている趨勢かなという気がしたんですよ。あ、その通りですね。そうでしたか。いや、その顧問という時に、まあ、ちょっとイメージとしてはなんか共同 の土地とかね、そういう財産、形のある財産みたいな、そういうこととしてお聞きになったかもしれませんけど、それだけじゃなくて、例えば商店街でお祭りをしていますとか、そういう無形のものもそうですよね。で、だからこういう、まあ、商店街にしても何でもそうなんですけれども、町工場の人たちもそうだと思いますけれども、まあ、そういうお祭りとか、それとか、まあ、なんかのコミュニティのそういう活動とかを通じてですね、無形のなんかそういうものを作っているわけですね。でそれはすごく大きな話なん でそれを破壊してしまうというのは、ね、社会にとってすごいコストフルなんだけれども、すごいコストがかかっていることなんだけど、それをちょっと金銭的に買うことができないから無視されてしまう。そういうのってね、インビジブルアセッツって言いますよね、見えざる資産って言いまして、実際にその、地域社会におけるその、行事であったり、お祭りであったり、伝統芸能であったり、あるいは固有の食文化であったり、あるいは方言であったり、地域の固有の習慣であったりというのは、バインドするために機能しているわけで、その、ね、ある共同体が成立していって、みんなが私利私欲の追求じゃなくて、それ以外に公益とか公共のために汗か効果という気になるという、そのインセンティブを持っているんですよね。で、この顧問の崩壊というのは、一人一人が自分自身の私利私欲の追求とは別に、さらにそれに積み増して、公共のために汗か効果という、このインセンティブがあって、これがゼロになっちゃうんですよね。でもね、このね、自営の人たちが自営でやってきた人たちをこうやって非常に効率がいい、生産性の高い大資本が全部吸収していくっていうのは、なんか一見すると自然過程みたいに見えるけども、実際には、ね、ここでもう失われているものっていうのは、単にこう個々人のですね、競争力の低い事業者が没落していって事業者になるってわけじゃなくてですね、この人たちが、ね、その一緒に商業活動、経済活動をするために作り上げてきた本当に大きなですね、その何て言うのかな、やる気を積み増しするってありますよね。そのね、こう人汗で書こうかとかね、一気の力を出そうかとか、自分一人のためじゃなくてみんなのために何か頑張ろうって、その結局国力って個々人が自分一人じゃなく
って、その上にさらにもう一汗かこうかという時に、みんながなった時に、ぐっとこう国力って向上するわけで、自分のことだけしか考えなくなった途端に、国力ってガンと落ちてくるんですよ。で、僕ね、この30年ぐらいの日本の国力の低下って、バブル崩壊以外の低下って、一番大きな理由っていうのは、制度とかじゃなくてですね、インセンティブがなくなったと思うんですね。パイが縮んでくると、本当に人からどうやってパイを奪い取るか、そうですね、その分配方法をどうやってエビデンスに取り入れるかとか、そういうせこい話ばっかりになって、その自分のことは一応やっといて、その後にもう一つ、公共のために一つやろう、積み回していこうっていう、その、この積み回していこうっていうのは気分の問題なので、これは経済学の範疇に入らないんですよね。でも、僕はこの25年間ぐらいの日本の没落っていうのは、基本的には気分の問題だと思うんですよ。公共のためにっていうマインドセットが本当になくなっちゃう。この形っていうのはもうそれをさらに加速するわけだから、こんなことをやったらどん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 国力低下するばっかりだと思うんですよ、形式的にはなんかね、合理化していくとかですね、到達が働いて生産性の低い業者が脱落していって、生産性の高い人だけが生き残っていく、適者生存だというかもしれないけど、適者は生存するかもしれないけども、もう入れ物全体がどん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 もうこうなんか衰えていって縮んでいって最終的に死んでいくっていうんですね、なんか僕ね、見てるとこう沈んでいく泥船の中でなんか資源の取り合いをしてるみたいで、そんな暇があったら泥船を穴があちこち開いてるんだから穴塞いだりとかですね、棒を張ったりとかね、オールで漕いだりして何とかして岸まで持ってかなきゃいけないのに、泥船が沈んでることはほっといて、中で乗客たちがね、残り少なくなった食料とか水を奪い合ってるっていうですね、本当にそんな感じが僕するんですよ。そしたらちょっと具体的に全部本当に賛成なのかなっていうのもあって、もうぶっちゃけどやねん松尾みたいなのもあった方がいいかなと思うんですけど、提言は全部、提言全部、消費税ゼロとかどうですか。当然ゼロですよ。当然ゼロ、当然です、当然ですよね。当然ゼロ、当然ゼロですよ。だって消費税つけたおかげで消費税、内需が一気に落ちちゃったわけですから、でその、まあ、特に大きなやっぱりね、地域の小さい小事業者たちっていうのはもう8から10になった上がっただけでもう、廃業者とかいっぱいありますからね。そうですよね。これダメージすごく大きかったんですよ、ここまでのダメージっていうのを政策立案者が果たしてきてたのかって、してないと思うんですよ。してなかったら日本の経済学者ってバカですよね。いや、よく分かった上でやってる人たちに、頭のいい人たちもいると思うんですけど、わざとですね、こういう。でも、いや、そんなことしたら、ね、そのマクロで見た場合、日本の国力低下するってなんで思わないんでしょう。いや、だから、多分ね、日本っていう枠じゃないんですよね。俺だけなんですよ。いや、別に日本が沈没しても、海外に展開していけばいいし、日本人がどんな賃金安くなっても、海外からもっと安いで来てくれたりし、その通り。だから、グローバル企業っていうけども、この人らしい無国籍産業なんですよね。無国籍産業の暮らしは、国民なんかどばっていいんですよね。これ国民経済じゃないですからね、グローバル経済っていうのは。で、要するに、グローバルって名前でっかいけど、要するに、私利私欲だけなんですよね。地域社会なんかあるわけない。だって国民国家をどうこうしようっていうね、その、国民経済っていうのは、日本列島に住むね、1億700万人どうやって食わせるかっていうことが、最終目的なんだけども、グローバル経済ってこれはどうだっていいわけですよ。俺の個人資産がいくら儲かるかっていうことだけは問題であって、それによって地域社会が潰れようと、国民国家が崩壊しようと、日本が潰れたら俺はシンガポールに行くからいいですね。俺はハワイに住むからいいよ。いや、本当にね、今日本の若い中で発言力持ってる連中って、平気で言いますからね。日本がダメになったら俺シンガポールに行くから。別に日本がどんなに悪くなっても、それは自業自得じゃないのっていう感じでですね、その日本を何とかするために自分の資材を投じようとかですね、いう気持ちって全然ないんですよ。でそれを割とみんな平然と見逃してる、むしろそれを英雄視するっていうところがあって、俺は古い人間なので石巻京と同じでですね、俺は日本人という枠から絶対出ない。日本の国益とか 国力とか国運っていうことをどうしても考えてるんですよ。その先に世界は考えるけども、まずだってね、この国民国家っていうね、一番基本的な政治体のところで、ここで
ね、国民経済を回していくっていうことが左右させられるのに、この人たちの提言国民経済にしてないですよね。国民経済の続きで、あ、提言のところで出せますか。あ、給付金のところなんかもお話できたらなと思うんですけど、消費税停止、まあ、消費税をゼロにするっていうのが、あの、まあ、私が今事務所を開けてても、あの、飛び込んできて、大石さんポスターくれとか言って、まあ、消費税ゼロしかない頼むでみたいな、ほんまですよこれこんな人がね登場するぐらい消費税を自営の人は本当に今ゼロが一番いいって言ってるんですけど、でも一方でもう明日の生活に困る方に給付するべきだっていう考えで、この20給付金1人当たり20万円で全人口 1.26 億人にっていうことで、まあ、他の方々が出してるのが国民にとかね、じゃあ国籍持ってる人だけなんですかとか、あの、制限をつけたりいうあたりが住民全部ですよね。住民全部ですよね。あとね、はい、これは松尾さん流の逆ショックドクトリンだと思ってるんですけどね郵政国有化っていうのをこの金に言っていくんでどうでしょうか。同じところに並べるちょっと違うんじゃないかっていう、その緊急性の問題ってありますよね。今すぐに国有再国有化っていうと、そんなこと言うともう郵便局の人がちょっとやめてくださいよ、同じこと増やさないでくださいってなるから、まあ、あの制度設計をとりあえずは今の制度の中でできるっていうことをまずやって、その次にマイナーチェンジでできるということ、それから、ね、土台から直さなきゃいけないところってやっぱりその、やっぱしベースっていうのは、ね、あると思うんです。ただですね、一番速やかに給付する仕組みとして、うん、あの郵便局の口座を使っていくっていう、そうアイデアだと思うんですが、それ以外なんかないんですかね、みんなにこう。まあ、まあ、それはいろいろ考えられると思うんですけれども、この郵便局のっていうやつは、あの、現にあのいろんな人たちがあのいろんな銀行で口座いろいろ持ってるかもしれないけども、あのともかく、もう全部あのもう全部郵便局の口座あの政府の方で作ってしまうと、うん、あ、まあ、全部管理できるように、あ、そうですね、あの全部作ってしまって、はいはい、で、その20万円入れました、20万円入れたあの通帳をあの書き留めで送ると、そういう仕組みですか、書き留めで送っちゃう、一番早かろうっていう、あ、これが早くしてる理由が、どうしても給付そこから漏れてくる人がいると思うんで、まずは全員に送りつけて、漏れてる人っていうのが一番大事だと思うんです。漏れてる人っていうのが一番多分社会に最下層、そうですよね、ホームレスとか、そうですね、でも口座を作りたくないっていう方もいらっしゃると思うんですよ。そういう人、いろんな方が、でも作れない方もいらっしゃるし、全体の 1% のためにすごいエネルギー使うのってちょっともったいないと思うんですよ。あの 90% の人がとりあえず OK 込むんだったら 10% の人がちょっとここを詰めるのってすっごい時間、手間と時間がかかって、例えばそのね、自分の住所を知られたくないとか、そのね、戸籍を隠蔽したいとかいう人たちをどうやってってそれは悪いけどちょっと後回しねっていうなるほど、ね、お金たくさん持っててなんかやましいことがあって、あの住所を隠蔽したりとか、うん、そういう人は後回しでいいと思うんですが、あのホームレスの人で住所がないからちょっと行き当たるの大変っていうのは、うん、それはコストをかけてもちょっと見つけられてっていう、ちょうどその過程でですね、はい、あの事務局のもう一人の人がね、ビッグイシューに問い合わせてくれてのホームレス状態の人たちにどうすればいいかっていう、ちょっとね、聞いてくれたんで簡単に説明してもらえますか。聞いてなかった。はい、向こうからです。あ、そうです。いや、あの、まあ、結局あの前回の定額給付金の時はあの実務はあの市町村に任せられて、全て住民基本台帳を元にやれたんですね。あの残念ながらあの現在その給付制度はこの住民基本台帳を基本とした給付制度しかないっていうのがビッグイシューさんからのご返信でして、なのでいわゆるその簡易のシェルターも無料で開放して、そこに、まあ、本当雨風しのげるだけでいいので、そこには何らかの形でこの住所というか定住させて、それをまあ住民基本台帳とつけるみたいな形のことをまあおっしゃってる。
う少し他のところも見れたらいいですかね。あ、さっきその、はいはい、あそこの部屋でお聞きした話が、あのちょっと僕もショックだったんですけど、ああ、あの留学生、え、そうそうそう、あの今感染地から戻ってくる留学生も留学生には帰れって言うし、向こうに留学生の人たちも日本に帰ってくるって言うし、感染地から帰ってくる人たちは、あの飛行機降りた後、公共交通機関を使わずに、あの、まあ、感染、症状がない人は自宅に戻って、自宅で2週間、飛行機を確認します。で、あと、そうじゃない人たちはホテルから1週間、その、すべて自費負担する。非常に今、留学生たちがいきなり帰ってきて何十万円か。チケットも取らなきゃいけないし、帰ってきたら公共交通機関使っちゃいけないし、どっかに2週間自己隔離しなきゃいけない。これに関して命令だけ発信しておいて、一切それに対する補助がない。他の国々はやってるんですけど、他のところに行かない、留学生の話です。あれはだってチャーター便で来たわけですから、あれだって半日8万円取るって話しますので、だから基本的にあの他の国々はですね、本当にもう世界中の国全部その海外から引き上げの人に関しては旅費なんか取ってませんし、その後隔離して2週間ずっと見て、それについて自分の責任で自分で支弁しろなんていうことないですよ。日本政府のこのことに対してのケチさここまで緊縮かいう、それが結果的にはそれみんなお金がない人たちはしょうがないから公共交通機関に乗っかって国に帰っちゃうんですよ。うん、できません。だって2週間やれとその要請はしてるんだけども、一切それに関する監督もしないし、ただ言ってるだけなんですよ。だから お金がない人はどん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 そうやって結局はそこから漏れてしまう。だから万が一その中に感染者とかいた場合だったら、この人たちがコロナウイルスをばらまきながら日本中に移動するわけですよ。で、一応あれなんですよね、あの政府としてはあの動くなって言ってましたっていうことで、自分の責任は免れるっていう。そうです、で命令したのに動いたやつが悪い、感染者の自己責任でこいつが悪い、悪いっていうことをされてしまう、金出す、はい、いや本当にね、日本政府って、あの今度のコロナの問題っていうのは、日本政府って安倍政権ってどこでもなくてみんな分かってるんですけど、今度という今度はね、だってこれって今まで例えばそのね、あのこの財政の問題にしても外交の問題にしてもですね、教育でも医療でも日本固有の問題であって、ひどいっていくら言ってるんですね。いや俺らは最高のことをやってるんだって手持ちのリソースでできる最高のことをやってる、ね、100点だって言った場合に反論難しいんですけど、コロナウイルス対策って、ね、全世界一斉に出題された問題なわけですよ、ね、でこれ僕であのセンター試験と同じだって言うんですよはい、用意どんってね、あの各国民国家に一斉に並んで答えを知らない問題がバッとされたんですよ。でもうこれはっきり分かるわけですよね。どこで感染を抑えたのか、どこでピークアウトしたのか、で数字で分かるんですよね。致死率とか感染者数とかですね、でどういう方法を取ったのかって全部はみんな明らかにしてるわけですから、これ試験と同じなんですよ。で実際に台湾とか韓国ってすごいいい成績があって、で早々とこういう方法でやったら子供だって解けましたって言ってるのに、だから他の国は一斉に、あ、韓国とか台湾で解けたらしいから、じゃああの解放で解こうってやってるのに、日本だけが横で正解者がここまではこれで解けましたって言ってるのに、それを耳を塞いでですね、自分たちはこの答案が正しいずっと書いてる。これあのこれまでの問題だったら日本政府のそういう無力さとかですね、無能さっていうのはそこまで可視化されてないと思うんですけど、今度は全世界が同一の問題を同時に解くっていう、ちょっと普段では考えられないようなケースなので、日本政府の無能っていうのがですね、ここまで前面に出てきたことってないと思うんですよ。一生懸命メディアは隠蔽してますけども、海外メディアすごいですからね。この機に日本の本性が現れたので、まあ、この機にこの提言でももう少し長期的な、もともとダメだったところとか、まあ、この機にじゃあオリンピックとか万博どうやねんっていうところで、バラマークとしてはそのオリンピックで経済不良とかではなく、今こそ人々の生活に同じ額をつぎ込んでですね、そしたら経済も良くなりますし、オリンピック中止延期できるやんっていうことで、あのオリンピック万博カジノやめろと、あのオリンピック中止、僕可能性高いですけど、オリンピック中止になった後の
これによってもたらされる経済的なダメージ、うん、